と、これは、この、あ、忍者、相手に現れるからな。あ、それが忍者っていうもんだと思うけど。攻撃範囲広いんだよな。これは、選びぞではないか。こっちは、なんか何もなさそうだけど。一応ちょっと回復しておいて、どっちから行くか。ただアイテム回収だけかな。多分本ルートはこっちか。ダメです。開きませんね。あー。じゃあ、やっぱこっちか。こっちの方行ってないので。ここ何も。こっちは、あ、6000はでかいな。多分どっかにスイッチが一回出た方がいいかな。ちょっと待って、チーフは、あ、こっち行くか。反対側に宝箱あったから、こっち側も何かし、あ、敵だ。よっけって。まだいる？一匹だけか。こっちは、何もないか。こっち行ったっけ？何もない。ということで、一回こっちから外出た方が、え、こっちなんかあるか？あっち行けるか。何もなさそうだけどな。何もないよな。どっか見逃してるか？ここな、あれ、じゃあやっぱあの、真ん中のあの部屋かな？ちょっと奥まで入って調べてないので、いや、違う。あと、ここにセーブポイントあるもんね。で、これ、一応調べられ、あ、今の音って何も聞こえなかったけど、これでいいのかな。で、これでいけるようになってる？あ、なってるっぽい。剣をこっちにおよこし。そうすればフェアリーを返してやるよ。なんて人たちなの、許せない。なんとでもおい。さあ、剣をもらうよ。少しでも動いたらフェアリーは助からないからね。さあ、ジャガンの伯爵。これがマナの剣。これで黒の貴公子様をよみがえらせ、世界を我らのものに。これは
これはマナの剣は聖なる剣。あなた方のような横島な者たちをマナの剣が拒んでいるのです。諦めなさい。それがどうした。どうなんのこれ。マナの剣は使い手の心を映す鏡、善にも悪にも染まる。黒の貴公子様から授かった闇の力によってマナの剣も暗黒剣として生まれ変わるのだ。やったぞ。これでマナの剣は。この二人はどっちが一応立場のか上というか強いんだろう。そんなバカな。もうここには用はない。マナの剣を使い、各地のマナストーンから神獣を解放して人間界を滅ぼす。人間どもが消え浄化された大地に我ら魔界の王子、蘇った黒の貴公子様が降臨されるのだ。さあ行くぞ美獣。あ、一応返してくれるんですね。あまりよろしくない、よろしくないというか、恐怖のというか、映像が。あ。これで、各マナストーンの8箇所のところに行って、真珠を倒そうか。多分ですね、確かね、ダンジョン進んでいって、ダンジョン進んでいった先が、ここは？あ？スイッチかな？なるほど。確かね、動画外で散策してるときになんか入れなかった場所があって、これか。で、宝箱を1個回収できておりません。どこかな？なんか場所的に。この辺りなんかありそう、1個ありそうなんですが。敵強くなってる？強くなってないか？確かね、どこから挑んでもいいと思うんですけど、多分一箇所挑むごと、あった。一箇所挑むごとに、ボスのレベルも上がるのかな？
あとザコモンスターのレベルも上がるので、確か上がった覚えがある。だから一番最初に攻略するところが一番レベルが低くて、最後に攻略するところが自然とか高くなると。で、あれ？さっき言ったかな？一応、ダンジョン内はちょっとカットしようかなと思って、今多分もうダンジョンを進めてボス倒してダンジョンを進めてボス進めての繰り返しだと思うので、どうしようかな。とりあえずあれか、フラミーを呼び出して、行ける場所がすごく増えてるので、ここはサルタンか、ここは、あ、一応ナバールも行けると。多分光ってるところがマナーストーンがある場所だ。パロ、あ、パーロは、あ、パー、ん、トーランと行けて、で多分ここもここはマナストーンのとこですよね。ん？光の古代石？あれ？風のとこはどこだ？風のところ。あ、これ多分光の古代石。ああ、降りれるところが光ってるだけか。ですね、ここは？ジャド。うん。ここが、で、ワンダーの樹海、ここ多分木のマナストーン。霊下の雪原。あ、アルテナも行けるんだ。アルテナちょっと行ってみたい。あの、グレーンの魔導士倒したけど、女王様会えるのかな？ちょっと気になるな。確か前回っていうか、あの最初に来た時はアルテナに入れなかったので、あと入れないか、これやっぱり、あ、入れん、ここは開けられる、あ、何もできないよこれ。入れ、思いっきりこう、あ、なんか宝箱とかあるけど、はい、入れないんですか、これ。入れないっぽいな。はい、月読みの塔にやってきました。宝箱は、あれ、ボタンが、あ、ん？そうか。サボテンくんと数が分かるようになりましたね。動画外で、探しました。多分ね、行けるとこ増えてますよね。あ。で、宝箱の場所が分かるようになったので、うん、ここさっきっていうか、最初は開かなかったので、じゃダンジョンカットする予定でしたけど、まあいいかなと。痛い。
またカノコ回収したいので、それ大丈夫？攻撃範囲が広かったけど、この中途半端なお金2934だっけ。あ、こっちは多分戻るので、あれダッシュできてないな。うーん、多分そうですね、月読みの音、前回っていうか、全部の層は層というか、ん？ああ、なるほど。結構高いな。9か、9階建てか。何この、本的初めてじゃない？この、マントをまとった敵。あれ、こっちから来たんだっけ。ん、これ落ちる。あ、戻っちゃったね。あれ、あ、戻っちゃったね。あ、戻るときに一気に戻れますよってことかな。地図で、こっちは何もないかな。敵がいるぐらいか。ちょっと敵はスルーして、これを受けて、痛い。これ結構硬いかな。で、ここは、ここも何もないのかな。あ、宝箱あるな。これゴブリンじゃないのか、ビーストマスター。あ、落ちそうだな、これ。落ちないように気をつけて。なんだろう、このアイテムは気になる。あー、一応つけといて、ん？下がった今。下がったけど。月属性なめ、多分ボスとかと戦うときにいいんじゃないかな。落ちそう。あっち側にも宝箱あるな。回収はしておこう。さあ、こう通れる？通。通れないんじゃないかな。通れないよね。ジャンプできる？これ。敵と遭遇しないでしょ。ジャンプか。ジャンプ。あーっと。全然ダメだった。敵です。注意してください。
あ、なんかどこ食らった？誰から食らったかわかんない。いてて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 。HP が危ない。まんまるドロップでいいか。こっちはいけないことが分かっ、どうやってるんだあれ。上から落ちてきて取るかな。帰り際に取ればいいのかな。これ何階だっけ。まだだよね。どうした？ちょっとこれ、誰が呼んだこれ。あのゴブリンっぽいのは呼んだのか。硬いんだよな。ダメージが全然入らない。俺たちは強くなっている。こっちから来たから。カラバカと、あれ？宝箱の数が合わないな。あ、なるほど、これ宝箱じゃないのか。強いんだよな。HP も高いし。あれは宝箱に含まれないと。敵を呼ばれる前に。倒して。どこ。倒した。毒食らってるけど。まあいいや。一応なんか技使おうとしたときに攻撃したら解除できるのか。さっきの宝箱どうやって取るんだろう。ここで一回降りて、どれか倒す。これ、この毒を与えてくるやつから倒すか。もう毒食らっちゃったけど。あとは
あ、召喚されてしまった。まだですか？ちょっと HP が危ないんで。どこで登っ、あ、なるほど。仕方ないわね。行くわよ。これで。俺たちの敵じゃなかったな。で、そろそろじゃないか？多分次の回だな。ん？どうなってる？協力してぶっ飛ばそう。集中攻撃で一匹は倒したい。で、こっち。どこ行った？敵をね、見失いがち。で、どうしたか。お、霊毛宝箱は、まず敵だな。1個取れなかった宝箱が、まあいいか。てかサーボテンくんどこにいるだろう。まあサボテンくん後で。あ？像ある？ん？像がない。先にこのビーストマスターっていうのを倒して、で、ん？あ、いた。このあれどうやって行くんだ。あ、道間違えたっぽいな。ここをこう行って、こっちに行ってこうか。ここは上がればいいのか。あそこに像があるので、多分この後がボスかな。よし、やっていきましょう。多分ボス、でかいな。ちょっとこんなに大きな神獣がいるなんて。でこう、いや先に防御開けた方がいいか。この防御アップってちょっと戦闘中集中して見れないんだけど、
と続くのかな。で、パワーアップで、あって今めっちゃくちゃダメージ食らわなかった。いて、ダメージ入る？避けて避けて避けて避け避けてない。攻撃範囲広いな。避けて避けるですね。一応4、5分の1ぐらいか。これ避けれなかった。やっぱ反射神経がね。攻撃のパターン決まっていくんだけど、あーっと。避けれないね。多分今ジャンプので避けれるのかな。これで避けた方がいいんじゃない？避けた方が。離れた方が、あーっと。ちょっと怖い。離れて。離れられない。ちょっとそれは、ちょっと。あ、どうしたらよかったんだろう。効果切れてるな。これ避けられないな。ジャンプがうまいこといかない。よし、避けて。今道具使ったせいで避けれなかった。避けて、よし。避けて、避けれる？これどうしたらいいんだろうな。あ、これ攻撃したいのか。どうした？あの球体みたいなの現れたら球体を攻撃した方が良さそうだ。待って、ムーンセイバーって HP 取られるやつじゃないっけ。これちょっと避けて。避けれた。あーっとっとっと。道具使えなかった。近づけない。あ、ジャンプが間に合わない。
と連続でそれ使ってくんの？ちょっと。あと少しじゃと思うんだけど。連続で使われるとまずいんだけど、今使えなかったし、近づけないんだけど、他のキャラクターが使えばいいのかこれ。避けて、気絶時間がちょっと長い。いいな。決定。あ、これはまずい。よし、倒したというか。どこにいる敵。跳ね返るの辛いな。あと少しかな。うん、頑張って。避けて。避けれた。近づけなくて。よし、今のうちに避け。いや、早いって。強いな。ジャンプができない。ちょっと HP 回復したいんだって。ちょっとこの攻撃卑怯じゃない。ちょっと連続で使うのは。あっと、近づけない。近づけない。それはやめてほしい。ちょっとアイテム使っている時にそれ使われると本当に避けられないので。あー、ちょっと待って。マスターか、めちゃくちゃ強いんだけど。自分が下手なだけかもしれないけど、強すぎない？これ難易度イージーだよ。いや、やっぱ難易度ね、イージーにして正解だったかもしれない。ノーマルとかハードにしたら多分積んでたんじゃないかな。まあ、レベル上げまくったら倒せたかもしれないけど、とはいえ、倒すコツとかあるのかな？倒すコツっていうか、あ、帰るときいなかったよな。はい。結構高いけど。なかなかの品だな。気に入ったぜ。なかなかの品だな。きっとお役に立つ。いい買い物したわ。きっとお役に立つ。大事にするわね。お金足りるかなこれ。いい買い物したわ。これ欲しかったんです。お金が怪しい。
落ち武器かな。はい、とっておきの武器を。お金足りねえ。これ全部売ったら大丈夫？防具も売るけど。待って、装備してるのは、あ、こうでいいよね。で、アクセサリーとかはちょっと売らない方がいいと思う。ジュエルリング、あ、売っても20円だしな。とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。これお金足りなくない？大丈夫か。とりあえずリスちゃんの装備は使わせてもらいます。気に入ったぜ。お金足りないな、売ろう。これで大事にするわね。また来てくれよにゃ。なんとなくここに最初読み通りに最初に来たけど、確かね、あの敵だんだん強くなるんですよね。で、最初の時点であんなに強いとちょっと勝てる気がしないんだよな。あれよりさらに強くなるってことですよね。レベル足りないか？もう少し上げた方がいいのかな？ちょっと悩むけど。あれ？まあ45ぐらいにはするか。